実はあのシャンクスが、うん、ルフィが食べたのは、うん、あのわざと食べさせたんじゃないかとか、そこら辺はね明らかになってない、そうなってないけど、うん、とかっていうのを見てて、うん、あなんか普通に文章で読んでてさ、うん、それをね文章で読んだ、要はそのまとめサイトみたいな感じでさ、うん、面白って言ってる状況今あれ YouTube で、うん、あの俺昼とかよく見てんだけど、うん、考察してる人がいるワンピースとか、あ、はい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 、呪術廻戦とか、うん、その考察動画がえぐいおもろい、あ、そうなの、うん、すごい回ってるし、解説あ、そうワンピース面白いね、え、見てるワンピースずっと半笑いで立ってただけだった何の時間なんだろうな違う違う違う、あの回してるから、うん、あ、回してるの、あ、おもろいなと思って回してるでしょ回してたでも、始めましょう、始めましょう始まってんの、始まってんの、始まってんの、BFQTV。 じゃあいいですか、はい、改めてお願いします、はい、じゃあいきます、はい、どうも BFQ です。え、見てるワンピース見てない、あ、見てない、見てない、ワンピースハマって最近ハマってんの、いやだからその絵はそんなに得意じゃないんだけどそのまたさっき話したかったぶっちゃけ最近呪術廻戦もやばいらしい、あ、呪術廻戦は見てる見てる、うん、うん、進行形最近ね、福田さんが、あ、そう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 、イタドリから伏黒にそう、映っちゃって、え、言わないでよ、見てない見てないいや、これ見てないんだけど、あ、考察動画で全部あ、全部見てない、全く見てないんだけど、俺半分もしか読んでないのにどういうだけ知ってる先に言えよ、これ見てんのに、なんか読んでる最近、漫画とか呪術廻戦、うん、うん、あとなんだろうな、まあでもそんなもんかな、大好きなさ、あのブルージャイアントが今度アニメ化だっけ、あ、アニメ、映画アニメ化した、うん、見てないけど、ドイツ行ったあたりからちょっと最近あんまりなんですか、あ、そうなんですか、え、ドイツまで、ドイツ、え、まだあのカルテット組んでるところ、カルテット組んでるところ、え、マジで、俺解散するよ、いやガチハマりしてたよね、うん、これ今でもあの全部読んでる、もう絶対こういうやつ漫画してないかもしなくてもこっちは勝手に話さない一方的にこうやだ見てる暇ないでしょ、今今はないですね、今はないよ、シャカリキやってるから、シャカリキやってる今どういう状況なの、今もう困ったな困ったな、なるほど、困っちゃってる、困っちゃってる、なるほどね、始めていい？どうぞじゃあ、タイトルコールさせていただきます、はい、今回も踊ってみたいでございます、はい、題して BFQ がセブンティーンのドンキホーテ踊ってみたー、トントントン、バッタマン、バッタマンがふわっと、バッタマン、最近ってバッタマン、バッタマンって言ったから最近バッタマンがふわっと、ドンキホーテ、セブンティーン、はい、ドン・キホーテ、はい、前回やりましたセブンティーンの曲ありましたけど、ね、ロック・ウィズ・ユーじゃなかったっけ、確かそうですね、ロック・ウィズ・ユー、こうやつ、あ、結構開いた、あ、そう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 、それそれそれこれ、これ、これすごい覚えてない、あ、それもやった、あ、しかもこのスタジオですって、ほら、うん、あ、リモン、あー、あれめっちゃ面白かった、キリコあれめっちゃ面白かったよ、ちゃんとね、尺にハマってんの、いや、あれ見てほしい、あれ見てほしい、あれ見てからこれ見てほしい、そうだね、あれ見てほしいよ、概要欄にあの貼っとくんで、以前やったセブンティーンのやつは貼っとくんで、ぜひ見てください、裏側の方、はい、最近裏側が伸びてますもんね、そうだね、伸びてるね、裏側ね、この意味のない雑談に意味がある本当だよね、そうだね、踊ってる意味ある、ある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 、踊ってるし喋ってるから面白い、ああ、そういうことね、なるほど、ね、はい、というわけで、1ヶ月前に上がりましたセブンティーンの新曲ドン・キホーテ、はいはい、こちらの、楽曲ですね、踊ってみてぜひやってみたいと思いますが、はい、そう、SNS でね、バズり中ということで、なんかね、そう、俺もあの、なんだっけな、ショーツ、うん、YouTube のショーツとかで流れてきてみて、うん、ダンサーがすごいついてたんだよね、うん、あ、そうなの、プラクティス動画みたいなやつ、へ、うん、で、なんかその、あの、軍部劇みたいな、あの大人数の中にさらにダンサーがいる、そう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 、おお、だからちょっと面白くてね、見たんだけど、いいんじゃないかなと、なるほど、はい、じゃあ早速ね、どんな動画かチェックしてから踊ってみたいと思います、はい、早速行きましょう、スタート、レッツゴー、ブルーフラップバスケット、いきます、多い多い多いでしょ、多い、
今さ、もうね、うまいですよ、セブンティーンの人たちは。誰？おお、出てきた。軍隊っぽい。そうそうそう、増えた増えた。そう、女性ダンサーも出てくるのよ。いや、ここの振りが結構うん、そう、TikTok で踊られててさ、ここからだね。そうそうそう、いやー、やっぱ韓国の振りかっこいいよね。映える、映えるよね、音がね。うん、この辺から陽介真ん中出てきて。なんで陽介だね。で、終わり。陽介来た。陽介終わってから。終わってから出てくる。あれーってこうやってやって終わり。そう、2分50秒とかでさ。てんこ盛り。そうそうそう。難易度。難易度。難易度これ。はい、発売したでしょ。これ A じゃないですか。割とシンプルな感じしますよね。さっきのがいいでしょ。うん、S か。S じゃない。S か。S。難易度 S で。S。で、これまあ、ふっこっち入って、ふっ。ふわっとやってから、レノアする。レノア。レノア。ああ、そういうこと。で、まあ、成分って。あ、結構ふわふわって。高レノア。そうですね。ふわっとしてますね。レノア使ってる感じ。レノア、レノア派ですか。ああ、レノア派。よく見てないでいいですよ、それ以外を。え、マジで。これが柔軟剤かどうかも分かってないです。柔軟剤分かってる、さすがに。種類ってこと。うん、あのなんか自分が最後入れた色とか分かんないから。うん、あ、多分これかなみたいな。これフレア、フレア、フレア柔軟剤。ああ、フレア。これダウニーだわ。花柄がいっぱいあるやつ。そうなの。あとで送っとく、こっち。これ色か。え、色か。ああ、あの白いボトル。あ、そうそうそう。ああ、何でもいいけど。その柔軟剤別に何でもいい。何でもいい。シェイスケ多分見ないもん、あれこうコーナーでさ、よく見ないと洗濯用洗剤いいと思った柔軟剤とかする。見てないでしょ。見てない。まあ多分このコーナーにあるこの辺だろうって言ったから。このタイプ。この時間にマニックが。それがバランスです。チームのバランスだよな。これ、剣をやってるドンキホーテの、あのモチーフらしいので。ドン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 キドン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 ペングじゃない。ドンペングこっち来て、パンチドンドンだね。パンチ胸ボン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 。だからドンドンドン。へぇ、そうで、うん、髪入れればね、入れてるね、入れてる、こんな感じ入れてる、こんな感じ。あー、でもさ、韓国の振り多いよね。多いね、この感じ。これ映えるかも、入れた方が。マニーとかね、こういうやつやったら確かにね。ちょっとスカイハイ入れてこう、入れてこう、入れてこう、なんか入れるとこある。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。耳に水溜まる。で、バッツン、バッツン、鼻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 、6、7、8、ボン、ボン、ボン。ダラダダ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 。ただし、はい、ドンキホーテ
のり。これよかったね、これ。これさ、ドンキホーテってこういう意味。あの、なんだっけ、騎士ってそういうドンキホーテって意味。そうだよね。だからこう、剣をこういう風にやる。ドフラミンゴってどういう意味。ドフラミンゴってどういう意味。ワンピースです、頭じゃない、今日。ワンピースだ。ドンキホーテ、いや、小田先生が考えることだから、なんかあるかもしれない。でもさ、ドンキホーテもさ、D の意思ついてるよね。そうだよ、だってドンキホーテ、ドンキホーテってさ、D だよね。D だね。フォーバットドンキホーテ、あ、ドンフラミンゴ、あ、じゃあ D の意思、あ、だからあいつフラミンゴみたいな服着てるのか。あー、フラミンゴ、そう、そうだね、ドフラミンゴ意味があるわけじゃなくて、ドンフラミンゴ、そうそう。で、今日はだから D の意思を継いだレッスンですね。踊ってみたんですね。めちゃくちゃ、もう昼過ぎなんでまだエンジンかかってないアズル D ボール、あ、ズル D ボール、えっ、やばすぎちゃう、あ、じゃない、えっ、それ、洋介さんともしかして、あ、どうも、デンス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 、リカのなんか、地方ローカル、リカの、確かに、リカの、あの、いたよね、デンス、デンスケだ、デンジロ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 、アシスタントってこと、そうそう、デンジロ、デンジロもそういうことじゃん、そう、そういうこと、デンジロってこと、そうそう、ディーの意思、そう、デンスケ、ディーの意思って、マジで。というわけで、本日もありがとうございました。はい、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。 D の意思。